ボーダフォン 903T ボーダフォン 903T は東芝が開発したボーダフォン日本法人のボーダフォン 3G 及び GSM 方式の携帯電話である。902T に GPS 機能を追加したマイナーチェンジ版になる。2005年9月7日にボーダフォンよりプレスリリース2005年10月13日より発売開始した TTF 通貨は 2005年4月19日、ボーダフォン 3G で初めて GPS によるナビゲーションシステムに対応した端末である。この端末は GPS を搭載し、日本国外においても GPS ナビを利用できるところを売りにしている。開発、製造は東芝が担当している。この端末は日本ではソフトバンクモバイルの 3G サービスもを使用する。日本国外では ボーダフォンのサービスを提供する現地キャリアのサービスを使用して国際ローミングを行う。この端末はシムカードを採用しているがシムロックがかかっているためたキャリアのシムカードを挿しても使用することはできない。ありがとうございます。